こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。ワシントン DC に集まった州兵たちの礼遇問題。バイデン大統領は州兵局長に電話で謝罪。トランプ前大統領は自分のワシントン DC のホテルを提供。 ツイッターを見てままいります大統領就任式を護衛するためにワシントン DC に全国から2万5,000人の州兵が集められたわけですが就任式が終わった途端にこれらの州兵たちが冷遇されたと批判されています。 こちら、パキスタンの新聞の皮肉りですが、セキュリティリスクトゥ・ユーエス・プレイデント・ジョー・バイデンフォームウィズイン・ダナショナル・ガーズ州兵の中から、ジョー・バイデンへのセキュリティ上の危険だってという皮肉りです。大統領を守るための 州兵たち、この州兵をひどくバイデンが怖がっていたことを皮肉っています。バイデンは大統領就任式でその自分の就任式を守るはずの州兵たちの思想を調査せよと命令しました。そして大統領就任式の 自分のそばにいる州兵たちから武装解除をしろと言ったとも報じられていることをパキスタンの新聞が皮肉ったツイートです。betrayed 裏切られたある州兵の言葉連邦政府の議員たちは州兵たちにお礼を言いそして 議員たちは州兵たちを蹴り出したんだ。路頭や地下駐車場へと。We honestly just feel betrayed。私たちは正直に言って裏切られたと感じています。州兵の一人は CNN に語った。 Wow! Just wow! ああ、ただああ。英国のデイリー・ミエル氏は、バイデン政権が周辺の軍隊を部別していることについて記事を書こうとしている。これは明らかにロジスティクスの間違いだ。A Congress member says, This is an insult to national guards. ある議員は、これは州兵への侮辱だと言っている。ジョー・バイデンさんよ。これでもあんたは自分のことを全軍の司令官だと、どのようにして言えるのかいどんな種類の大統領が、 我々の兵士たち、英雄たちを駐車場に送り込むことを許すというのかいドナルド・トランプ大統領だったら、こんなことを決して許しはしないだろうさ。シューマー、上院院内総務さんよ。ジョー・バイデンを弾劾しなさい。 最高司令官のジョー・バイデンよ。なぜ州兵たちが冷たい車庫で寝ているのか平和なワシントン DC で、一体州兵たちは何をしているのかポートランドとシアトルは燃やされている。なぜ州兵たちはアンティファの反乱者たちと戦わないのかテキサス州のグレッグ・アボット州知事は、 州兵たちが寒くて暗い地下駐車場に追いやられて寝かされていると報道された後でテキサス州の州兵たちをテキサスに呼び戻すことにした。冬の真っ只中にペロシ下院議長とシューマー院内総務は私たちの勇敢な兵士たちを冷たい駐車場で眠らせている。 私たちの軍隊は私たちの国の首都で勤務している間に何度侮辱されて裏切られることだろうか。こういった批判に対してバイデン側は火消しにっきです。ファーストレディのジル・バイデンはチョコレートチップクッキーのカゴを手に持って マスメディアを引き連れて州兵を慰問したジル・バイデンが向かったのは大勢の州兵たちがいた地下駐車場ではなく屋外の一角に呼び集められた30人ほどの州兵のもとだったチョコレートチップクッキーのかごをジル・バイデンのお月の女性から手渡される州兵 チョコレートチップクッキーのカゴを手に、守兵にお礼を言うジル・バイデン、ファーストレディ。しかし、ワシントン DC 警備の守備は2万5000人もいる。このチョコレートチップクッキー、カゴ数個で守兵全員に対してどのように分けろというのだろうか。カメラマンを引き連れてのこの儀式は、 プロパガンダ臭さがプンプン一方元トランプ大統領はワシントン DC のトランプインターナショナルホテルを州兵や警官たちに無料で解放したワシントン DC のトランプインターナショナルホテルのロビーでくつろぐ保安官や警察官たち 州兵たちが就任式が終わった途端に狭い駐車場に押し込まれて混雑した状況で寝ているのを見るとムカつくディスガスティング。八つの州の州知事がそれぞれの州兵たちをワシントン DC から故郷州に呼び戻すとしている。州兵のスポークスマンによると 州兵2万5000人は今後7000人まで規模が縮小されるがその7000人は3月中旬までワシントン DC の警備にとどまる予定だという今日はこの辺にしたいと思いますお気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします それではまた、最後までありがとうございました。